あ、22話、22話でございます。僕もまだアニメの映像は見れておりません。ミートゥーでございます。早く見たい。でもちょっと台本をね、はい、読みながらちょっと振り返っていきましょう。さあ、ここから難しい感じが羅列されてきますよ。さあ、こちら22話ね、台本はね、しのぶさん、義勇さん、そして後ろには天元様と、はい、手前のセンターになとむいちゃんがなんで急に友達みたいな呼び方したのさ。むいちろうくんがね、うん、時藤くんがねいますね。急にむいちゃんっていう、むいちゃんがびっくりしたわ。まずお父さんにね起こされるところから始まって、はい、いやここは本当にね、うん、オールスターみたいな感じですよね。そうだね、いろんな人たちがこう新キャラとして登場してどういう人なのかな、ね、みたいなのが気になる回ですけど。そうだね、集合会議というね、はい、あの親方様を前にしてこう柱たちのね、はい、会議が行われているというところに炭治郎が連れてこられて、はい、まあ、ちょっと裁判にかけられるみたいなね。そうですね、そういうお話でした。はい、まあ、鬼殺隊でいうところの十二鬼月に、ね、近い、そうですね、形でございますね、はい、そういう人たちの集まりと。そうなんですよ、はい、なんで炭治郎はやっぱりこう禰豆子を連れているから、うん、この禰豆子を連れていることに対して柱の皆さんは反対をしていると、はい、ね、いやもう処分してしまおうと。もうね、結構ねもうね殺しちまえみたいなね感じのね柱の人も、お前ら見てねえからだ よ、 そうなんだよ、ね、今までの禰豆子ちゃんの頑張りとかさ、そう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 、あの可愛さとかさ、そう、可憐さとかさ、そういうところ見てないからだろ。そうなんですよ、ね、ほんと良くないと思う。全員ついたら全部あのもう霹靂一閃ですよ全員いや、あの勝てないから勝てない、絶対勝てないから、ごめんごめん、今あの絶対ただあの調子こきそうだなと思って、そうだね、調子こくかビビるかのどっちかだね。なんですけど、はい、義勇さんは、はい、あの義勇さんだけはちょっと炭治郎とね禰豆子のことをちょっとまあ生かしてあげようっていうことで、まあ、親方様がね、出てきて手紙を預かってると、ね、鱗滝さんから手紙が来てるぞと、ね、そこでやっぱり炭治郎、うん、鱗滝、義勇さん、この3名の、うん、あの命が禰豆子にはかかっているっていう、禰豆子がもしも人を襲うことがあるようであれば、そう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 、もう腹を切ると。